米国株のニュースの時間です。今日は FOMC がありました。何があるかわからないし、明日は逆かもしれないし、パウエルさんに祈ることしかできませんでした。そしてオハウェイを期待して寝ました。そしてヒートマップはグリーンとなりました。保有しているのは株ではなく未来への希望です。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは米国市場にズームイン。はい、それでは FOMC に行きたいと思います。今日はね、 FOMC の他にも HBM 祭りも始まったんで、後ほどお伝えしていきますね。はい、インフレが横ばいの中、いつもデータ次第だと言ってたパウエルさんですけれども、年3回の利下げ、こちらの発表が、ありましたね。コロナ後初の利下げがどうもね、6月にやってきそうですね。株には金利7、業績3なので、今年はかなりいい年になりそうです。これはね、本気で民主党支持で腹をくくったとしかね、思えませんよ。トランプさんは大統領になったらパウエルさんをね、クビにしようとね、待ってますからね。インフレ復活よりも先に、大きなね、これ株価上昇があって大統領選挙に突入するというシナリオではないでしょうか。でもですね、早期の利下げはですね、示唆しなかったんですよね。成長率コアインフレ予想引き上げということで、経済強いのに年3回利下げとちょっとね、矛盾しているような気もします。そしてね、今日のね、10年金利ちょっとね見てみますけどね、 US10Y と、はい、ですね、4.277 ですね。これね、前日比で 0.19% 一応ね、下がってはいるんですね。そしてドル円がなんと 151.19 となってますね。これはね、年3回利下げ出たのに、やっぱり思ったよりね、下がってないんですね。景気がね、これ良くなる感出すぎなんじゃないかというようなところがあるんですけども、債券を売ってみんな株にシフトする気かもしれません。10年金利がね、これ下髭出ちゃってましてね、発表直後ね、4.3 まで10年金利いったんですよね。ドル円も 150.7 からね、リバウンドで上昇ということで、ちょっとね、危ない兆候も出てるんじゃないかなというとこですね。そして、バランスシートですけども、こちらのね、削減議論したんですけども、今日はね、決定していないということなんですね。毎月最大950億ドル、約14兆4000億円のバランスシート縮小は継続する方針を改めて示したということで、これはね、普通利下げの前にこっちの調整が来そうなんですけどね、これを遅らせてでもなんとか年3回利下げの、方針をね、ひねり出したというような感じではないでしょうか。そして、経済のね、見通しなどですけどね、長期のね、金利水準、これの予想が引き上げられたんですよね。今までずっとね、2.5% だったんですが、2.6% ということで、もう元の低い金利には戻らない方向にベクトルが動き出してます。これはね、ナスダック、国はね、悪いんですよね。長期で金利が低いからナスダックって安心して買えるもんだと思うんですけども、ここが動き出すとね、ナスダックって、ちょっと考え改めないといけなくなってくるんじゃないかなというところです。まあ、これ以上上がらなかったらね、いいんですけれども、そして、基調的なね、インフレについても 2.6% と従来予想 2.4% から、引き上げられました。成長率も 2.1% と従来予想の 1.4% から引き上げ、24年の失業率についても、こちらで 4% と従来の 4.1% から引き下げられましたということで、まあ総合するとね、経済これは強いぞとね、いうことになります。はい、10年国債金利がね、そのままだとするとね、今 PER がね、結構もう高い水準まで S&P500 来てますので、なかなかね、株価上がらない可能性はあります。まあ、この金利がね、 3.8% とかを切ってくれればね、お祭りとなるんですけどね。ということで、インフレ上がらないように、世界のデフレは中国にお任せというような、シナリオになるかもしれませんので、まあ、締め付けがね、中国に対して厳しくなるのかもね、知れません。はい、 FOMC、まあ、年3回利下げということでね、これについてはね、まあ良かったということでね、市場は、受け止めて、今日のヒートマップね、すごいグリーンと、なりました。
はい、ジャッカジャン。じゃあ次は NVIDIA の見通しに行きますけども、FOMC が終わり、今日ですね、保有している銘柄、つまり未来への希望はね、ほぼ全上がりとなりました。やったぜっていうとこなんですけども、決算失敗していた D ローカルすらね、今日上げてるんですけども、AI 系のね、あのサムサラとね、スーパーマイクロコンピューターだけはね、ダメだった、マイナスだったんですよね。だいぶね、取り戻してきたんですけどね、まあ、SMCI ね、この、スーパーマイクロ頑張ってほしいんですけども、そして持ってないけどね、 NVIDIA じゃない、 AMD ね、こちらもねマイナスで終わってしまいました。 NVIDIA のね競合は葬り去られてしまうのか、あの GTC ね、とてつもなくね、強い NVIDIA がね、あの象徴的でしたね。もう完全に王国を築いています。8年で性能が1000倍になっているということで、2年で NVIDIA ね新しいチップ出しますんで、各社データセンターで入れ替えをね、あの2年ごとにもしかしたらやらないと、とてもね競争についていけないんじゃないかと。8年で1000倍ですからね。となれば、価格さえですねうまくコントロールできれば、 NVIDIA の株ねこれからも永続的に伸びるんじゃないでしょうか。だってね本当に入れ替えないと各社取り残されちゃいますよね。競争にね勝てないから NVIDIA を買うしかないということが繰り返されると思いますんで、今回のブラックウェルね、本気買いに各社なるんじゃないでしょうか。だって AI ブームのね初期ですからね。はい、ジャッカジャン。次ですけども、HBM 祭りが始まりましたんでお知らせです。はい、マイクロンの決算、決算後ね、14.65%、おだんだん上がってますね。はい、ということで、これはね、来た来た、あの、HBM ビッグウェーブ来てますよという感じなんですけど、半導体のね、線幅、回路が細くなると性能向上していきますよね。今、数年で1ナノ、やっとね、細くなるかなというところで、進歩には時間がかかる線幅を細める作業ですね。今は HBM といって DRAM などで積層させて、まあ細くするというかね、だんだん回路を上に積んでいく形でデータセンターなどは性能を向上させてますよね。マイクロン決算発表がありまして、予想をね大幅に上回る、見通しと内容でした。はい、これで上昇ですね。特に EPS がね、すごかったですよね。はい、EPS 大きく、上昇となりました。はい、予想がこうなんかマイナス 0.25 に対して0.42 とかね、なってますね。はい、そして、まあ、鉄板だと思えてたんで、発表前にねこれぶち込もうとね思ってたんですが、バフェットさんとかね、あのじっちゃまのあのいい銘柄ね決算出て、いい決算の後に入ったらねいいですよというね言葉とかね、ゆっくりあの買った方がいいですよというバフェットさんの言葉をね思い出して、それやらなかったらねちょっとねうわ損したっていう感じになってしまいましたが、マイクロン粗利益率ね 20% みたいですね。第一四半期なんと 0.8% だったということで、ボロ儲けになってきてますよ。はい、CEO は24年度下期は好調な業績を達成できる AI によって実現される複数年にわたる機械の半導体における、最大の受益者の一つになる会社だとね信じているということでした。はい、そして次のね、ガイダンスですけども、売上66億ドルということで予想を超えて、76% 成長ですね。今期が 58% 成長でしたからね、それで58億ドルですからね、結構ね伸びるイメージですね。さすがに、来てますよ。そして、EPS も予想ね、大きく上回って 0.45 で、これは年率、131% 伸びるというガイダンスとなりました。今期の EPS が 0.42 ですからね、ちょっと加速、今期は EPS 122% も伸びたんですね。はい、ということでね、マイクロン HBM 祭りね始まってますんで、まあ、これ韓国ね、サムソンとかね SK ハイニックスですっけ、そこがね9割ぐらいの、シェアですけどね、この、この HBM3E ですね、 NVIDIA ともね、一緒にやってね、データセンターなどねに採用されていくし、アメリカの企業ですからね、これからねどんどん伸びていくんじゃないでしょうか。今シェアがねもうほとんどあったら伸びしろないかもしれませんけど、これからね成長していくことに、マイクロン期待してます。
はい、ジャッカジャンジャン、人気株のニュースいきますね。マイクロソフトですけど、今日 0.91% 上がりましたよ。AI のね、株が下がってる時もね、調整せず堅調だったね、マイクロソフトなんですけども、ビジネスインサイダーが、オープン AI は今年後半に新しい GPT-5 のモデルをリリースする可能性があると、二人の関係者の話から報道しています。まあ、ソラとかとね、連携するんでしょうかね。AI っていつの間にかね、著作権訴訟とかになるリスクとかね、おかしな発言がありますけども、オープン AI はね、非公開の企業だからね、ここ攻めれるんですよね。どんどんいけると思います。そして後ろでね、糸を引いてるのはマイクロソフトですよね。これマイクロソフト、うまい戦略ですね。上場してない企業をね、縦にね、後ろからズンズン行くというような戦略でね、非常に堅調ですね。ワード、エクセルとかにもね、AI がどんどん入ってきて便利になっていく。いきますからね。はい、マイクロソフトね、いいニュースです。そしてね、次はね、テスラですね。ここのね、ボトムそろそろじゃないかとね、だんだん盛り上がってる気もしますけども、まあ、アメリカはね、ちょっと EV から、ガソリン車をちょっと緩和するような方向に動いているのは気になってたんですが、今 2.53% ね、今日は上昇です。これはね、ちょっと待ってくださいね。このポストをこう出すと、イーロン・マスクさんの、ポストですけども、こちらでね、V12.3 ですね。この自動運転のやつが来週には、今週末か、公開をね、開始する予定ですよということで、この前ね、12.3 なんか出たと思うんですがね、すごいスピードで、また新たなやつをね、リリースしていくということなんで、自動運転ね、盛り上がってきてるんですけども、テスラの自動運転が AI 学習に移行してからね、もうすぐね、1年なんですよね。はい、これのね、成果どうなのかというところですが、毎日500万台の車のカメラからデータが送られてきてね、学習、これだけでもすごいんですが、昨年夏の決算では3月今頃には GPU 10万機の予定だったのが、今ね、夏に20万、10月30万機と予定しているということなんで、ということはね、夏に2倍、10月に3倍の性能になるってかとね、思っちゃいますけどもね、そろそろね、テスラ自動運転、これは、最大のイノベーションになるかも知れませんけどね、実現にはハードルあると思いますけど、一部ではね、もうどんどんやってたりしますんで、楽しみですね。世界に展開される日が、待ち遠しいですね。はい、そして、ブロードコム行きましょうかね。これも AI 株で、結構ね、盛り上がってますが、最近調整してますが、今日ね、3% 上昇です。これは新製品発表、AI インフラストラクチャの発表ということで、莫大な規模でないと AI はね、もう LLM とか無理ということなんで、接続戦略が必要ということで、導入したイノベーションでカスタム AI アクセラレータ、イーサネット、PCI エクスプレス、および光インターコネクトで、業界のリーダーを拡大しますよということですね。これでバークレーズはね、AI 一旦調整あった第2波に、ここのブロードコム最も適していると述べ、1405ドルを目標株価としています。今、1276ドルですね。はい、来てますよ。はい、次はね、ジャッカジャーン、インテルですね。インテル、まあ、この辺はね、ちょっと NVIDIA に一掃されるところもあるんですけども、TSMC がやってるファウンドリー、半導体作る側ですね、こっちでいいニュースがあって、今日は若干上昇してますね。はい、バイデン政権は20日、インテルの国内での生産増強に対し、1.2 兆円ですかね、助成すると発表しています。これは中国を念頭に、国内の半導体サプライチェーンを強化するということで、中国に対してね、戦うよということで、やっぱり中国叩きがね、経済良くなってくると、世界のインフレを進行させないため、中国を、やっつけてデフレに持っていこうとしてるんでしょうか。はい、インテルはね、この補助金をもとに5年で約15兆円の資金を米国内の生産増強に振り向けると、これすごいですね、金額が。5年で15兆、まあ、TSMC は、毎年今4兆円とかそれぐらい言ってましたかね。はい、そしてアリゾナ州など4州で AI に使う先端半導体の生産能力を高めるということです。そしてインテルも、インテルは TSMC に半導体の生産を
だいぶ委託してましたけど、バイデン政権の目指すサプライチェーン強化に歩調を合わせるということですね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ今日の FOMC 受けてどう動いたか見ていきますけども、金利の、次の FOMC の予想ですね。はい、まあ、据え置き、5月は据え置きとなってます。これが昨日ですね。下が今日ですけどね、6月の利下げ予想が、55% がね、一気に 68% に高まってますよという状態ですね。はい。そして、その他ですね、今日の株の指数の動きね、FOMC から一気にね、まくり、まくってきましたね。特に小型株が、強い。今までやられてたのがね、金利下がるとなったら元気出してきましたね。はい。米国大統領の年は小型株が SP500 をアウトパフォームするのが今までですね。はい。そして、次にこちらですね。恐怖と欲の指数は73、70から、73になったみたいですね。1週間前の69からは上がってきて、そろそろエクストリームグリードにまた突入となります。はい、今日の指数はね、全部上がりましたね。1% はいって、あれ？あ、まさか？ちょっと待ってよ。これ、昨日のままだった。DJI。はい。はい、こちらですね、全部 1% 超えですね。ダウジョーンズ 1%、SP500 0.89%、ナスダック100が 1.15% 上昇、ラッセル2000 2% 近い大上昇ですね。はい、という内容。そして金利の方はですね、今日はね、若干さすがにね、3回の、利下げということで、下がってますね。うん、4.296。ですね、という内容です。ただまあね、ちょっと今後も下げるかどうかはね、経済強いのでちょっとまたおかしくなる気はねしますね。そして、ドル円ね、150円超えてますけどね、まあ、米国株ホルダーはね、このまま円安でもいいかとね思いますが、まあ、普通の方はね、あのインフレになっちゃいますからね、大変です。日本はね、賃金上げてますよね。株価は割安ですけど、生産性向上しなければ株価がね、下がってくる悪性インフレになってしまいます。働き方改革は企業にはとてつもなくね、厳しいと思うんでね、どうなのかなとね思いますけどね。富裕層向けインフレに、強い会社とかね、あと円安に強い海外組がいいんじゃないでしょうかね。とはいえね、あのまあ日本転換点に達して、マイナス金利解除しましたからね、今後のね爆上げ、期待 してます。まあ買ってはいないんですけどね。はい、ジャッカジャーン。ここまで見ていいね、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスまだの方はね、ぜひともお願いします。これから使う、スプレッドシート、こちらのね、米国株超簡太郎ノートで、検索できてね、購入、などできます。好きなね、銘柄を入れてね、管理できますしね、Excel みたいに自由にね、並べ替えとかね、修正、新たな関数を入れてね、できますんで、まあ、楽しいかもしれないんでですね、気になる方はよろしくお願いします。はい、じゃあ今日もね、いっぱいあるんですけども、今日はビットコインね、イーサリアム来ました。これね、あの NVIDIA の株とかとね、なんかめっちゃ連動してますよね。AI 上がると、このビットコインとイーサリアムも上がるみたいな、動きがね、繰り返されてますよね。はい、今日は爆上げですね。はい、というところです。そして、原油は下がってくれた。よかった。インフレは、そんなにね、伸びてない。原油が上がるとね、またおっとっととなりますけどね。はい、指数はすべてね、グリーングリーンとね、なってます。はい、今日はもうどこもかしこもね、調子いいですね。サウジは原油下がってるんで、ちょっと下げてますね。はい、アーク系、ゲノムはなんか下がっちゃってます。で、地銀3バイブルね、やたらと、上昇 9.3%。はい、利下げで、なんとかいけるのかというところで、このグリーンがつくとね、高値圏 3% 以内なんで、ほとんどがね、来てますよと。半導体が消えてますけどね、また来るでしょうね。今日は 1.7% 上昇。エネルギーとヘルスケアなど、ちょっとあのみんなやる気になっちゃったんで、ヘルスケアなどね、あんま金利と関係ないところは伸びませんでしたね。はい、で、マグニフィセントセブンは好調。特にテスラが一番上がりましたね。ついに、1週間でプラス、1ヶ月ではね、まだマイナスですね。アップルも元気ない1ヶ月となってます。はい、小型株、この辺は上がらなかったね。はい、AMC と GME はそんなに上がりませんでした。コインベース爆上げです。はい、
情報技術良かったですね、はい、上がってます。サイバーセキュリティも上昇。そしてクラウドストライクなんですけど、今日 1.9% 上昇。18日にはね、 NVIDIA と提携ということで、 NVIDIA の AI サービスを顧客に提供するということで、AI を活用した高度なセキュリティサービスを目指しますと。ここも NVIDIA と提携、もうどこもかしくもね、みんな NVIDIA と提携ですね。なんかすごかったですね。100兆ドル規模がこの NVIDIA の GTC に参加しているとかね、いうこと言ってたと思います。はい、そして、半導体も全部上がってますよとね。AI チップ系で ARM が、だいぶ調整してましたんで、5.4% 上昇です。スーパーマイクロはね、株価、公募増資とかね、やっちゃいましたからね、下がってますけど、どうでしょう。これ高値圏ね、1229が今、言ってたのが896と、だいぶ調整来てますね。これは1年の、チャートですね。はい、みんな右上は向いてます。そして AI ソフト系、これはね、バイドゥとか中国ね、アリババとかは下向いてますね。あとモービルアイ、自動運転も下ですけどね、こっから、まあモービルアイとかはね、どうでしょう。テスラが来ると下がるのかな、もっと。はい。今日はサムサラと、バイドゥが下がってますね。そして、新興国は上昇、利下げが来るとね、この辺一気に、来ると思います。はい。まあちょっとね、まだ経済強すぎなんで、ほんと6月はできんのかなとね、思いますけどね。はい。ライドシェアも上昇。ストリーミングも上昇。ディズニーが、Google トレードディスクとストリーミング広告プラットフォームのアップデートで提携です。広告の 50% をアドレス指定な自動化された方法で配信するという戦略に取り組んでいますとね、いうことですよね。これ前からトレードディスクとかとはね、いろいろやってましたね。ソフトウェア系も SNS 系も上昇です。痩せ薬とかね、この小型株、まだ売り上げないですけどね。バイキングセラピューティクス 9% 上昇。ヘルスケアは今日はね、元気あんまりないんですが、小型株は若干上昇です。そしてね、今ね、輸送とかね、来てますね。はい。そして資本財がね、熱いんですよね、なんだか。ボーイングはね、ダメですけどね、今日 3.7% 上昇してますけど、予想より多くの現金を使うため、キャッシュフロー目標先送りと悪いニュースですが、今日は上がりましたね。そしてエアバスがね、もう止まらない最高値、どんどん更新していってますね。世界の航空機、全く製造追いつかないのに、ボーイングこけてるからエアバスウハウハという状況でしょうね。そして、キャタピラもね、6日連続の上昇ということで、ここのね、キャタピラとかね、来てなかったのがね、どんどん最近来てるんですよね。はい。キャタピラ、エアバス、あと GE、このあたりね、注目してます。はい。ホテル、レストラン、旅行も全上がりとなりましたね。特にチポトレがね、面白いですね。これ3000ドル1株、めっちゃ高いんですけど、50分割するということですね。はい。これでね、さすがにこのあまりにも高い株価、みんな買いやすくなるんじゃないでしょうか。50分割です。はい。そしてね、あとはね、自動運転じゃない、電気自動車ね、ここは、中国だけは下げましたが、あとは上昇ですね。で、ジョビーがね、昨日は軍に、EV トル下ろしたというニュースお伝えしましたが、ANA、日本の、航空というか飛行機みんな乗るやつですね。こことイオンモールが関東関西におけるイオンモールの空飛ぶ車の離発着ポートを設置を目指し提携ということで、これね、ジョビーとね、ANA ね、パートナーシップ締結してます。ジョビー、トヨタともね、パートナーしてますけどね、サウジアラビアにもね、結構進出してるし、25年万博で飛ばすとね、言ってるんでね、ジョビー、来るかもしれませんね。はい。じゃあ次に行きます。アパレルはね、どうかな。アパレル全部上がってますけどね。フランスの高級会社ケリングがアジア市場低迷により、グッチの第一四半期の売り上げ 20% 減少すると警告ということで、中国は、やっぱね、このインフレを止める感じになってくれていますね。ありがたいかもしれないですね。はい。それで自動車全部上昇。金融も上昇。今日はアファームやりましたね。11% 上昇。バクと決算やってたんですかね。4%
10.4% 上昇、アップスタートも 10% ぐらい上昇ということで、小型株も、ちょっと際どいところがね、ガンガン上がってます。はい、アルコアと SQM、素材も際どいところが 5% 以上上昇ですね。はい、ということで、FOMC は良かったということで、いいですかね。はい、じゃあ米国株って本当にいいもんですね。保有しているのは株ではなく未来への希望です。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。